はい、皆さん、毎度毎度。まあ、この子はね、体育会系の子でね、あんまりブローとかしないっていうの、どっちばっちゃうんで、だいたい一つに縛ってるっていうタイプだよね。で、普通の子だったらこういう子は必ずアイロンかけるからね、多分このぐらいの長さで内巻きにするかしないか、これよく話聞かなきゃダメなんだけど、内巻きにするっつったらもっとスカンスカンにすかないとね、かなりついてもこの長さを内巻きにするってのは、ちょっとね、自分一人だと無理かもしれないよね。美容師さんだったら簡単にやっちゃうけどね、まあほどほどについてね。これでも内巻きにするっていうことは、引力に逆らって髪の毛をさ、こう立体的に立てておくっていう感じなんだよね。 でそれはちょっと無理があるんだよね。立てておいたって必ずは倒れちゃうんだよ、横にね。で、横に倒れるとどうなのって言ったら、みんな跳ねちゃうんだ、外にな。この子はね、縛るからあまり毛先細くしなくていいみたいなんだよね。薄くしなくて、やっぱ縛るからね、縛った時の手の感じでね、もういいもういいっつってね、あんまり少なくていいって なるんだけどね。これ内巻きのところだったら、もっともっとすいてってなんだろうね。やっぱりコミュニケーションだよね。お客様が何考えてるか、どういう生活してるかね。まあこの子の場合は、まあ部活でね、どっち縛ってっから髪の毛ね、結構カットってのはね、全部切り終わってからね、最後のこの微妙なね、調整っつうの、こういうのが結構大事だよね。やっぱりチョップカットで微妙に重いところね、削っていくんだけどね。ちょっと左側に変ななんか毛束が、なんかなんだ、毛束ね、みんなも気になってんだろうね。でもカットしてる人はさ、見えねえんだよね。結局その赤い丸の中の髪の毛ってさ、つむじ周りの毛、真後ろに溶かすか真横に溶かすかでね、真後ろに溶かすと消えてね、真横に溶かすと短くなったりするんだよね。ちょうどね、頭の形とこの流れっていうのかな、そんであれをどこでどう調整するかっつったらね、結局毛先すいてね、チョップカットで散らしてごまかすしかないんだよね。まあ今ちょっとね、チョップカット入れてるけど治ってねえじゃんみたいにねこれ見えてんのかな、見えてるね、見えてて 10% ステーニング2丁で無理やり薄くしてんねまあああいうとこの表面はね、もうごまかすしかないよね。とにかく見てくれよくね。それこそね、30年以上の前のね、ボブカットね、すくのが邪道だって言われてたからね、すいて減らすのがねあ、カットするのち終わっちゃったねこの子もね、何歳ぐらいかな、3歳ぐらいかな、3歳ぐらいから来てたんでね、うちの店にね、ちょろ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 ね、お父さんと一緒にね、お父さんカットしてる脇でね、待ってるっつうの、ちょろちょろして。まあカットはね、ごまかしねえだけどな、今な。カットしたくてもお客さん来ねえかな。こういう時だからこそね、カット来たらね、まあカットの研究っつうの、研究するんだけど、あんまり気合い入れてね、研究してるとね、しまいに髪の毛なくなっちゃうからね、それだけは注意だよね。はい、お疲れ様でした。